ない訳がある。おととし10番の本山が切れ込んでいって、ここで雪の決勝戦で東福岡に敗れ準優勝。そして去年傾いてきました。悪夢が再び襲う。両手を突き上げたのはまたも東福岡だった。雪辱を果たすためこの男に期待がかかる。キャプテン矢野勇人。矢野は選手権史上初の J リーグ経験者。その魅力はどこからでも狙うシュート力。初登場した2回戦1対1の同点で迎えた試合終了直前、矢野このゴールで神田一高を下した。3回戦では星稜と対戦。そしてここかわして、これはどうなんでしょうか。ホイッスルがあります。自ら得た PK を決め2試合連続決勝点。帝京を準々決勝へと導いた。しかし帝京は矢野だけではない。10番田中達也、縦横無尽のドリブルで相手ディフェンス陣を切り崩す。さあ田中が行きます。田中が正面から行く。ドリブラーの田中、田中が行く。そのままドリブルで行く。矢野田中のホットラインが機能すれば7度目の優勝も夢ではない。